神戸市の六甲山系で登山中の70代の女性が行方不明になってから1ヶ月以上が経ちますが、女性は未だに見つかっていません。警察が情報の提供を呼びかけています。警察によりますと、行方不明になっているのは神戸市須磨区に住む細川清子さんです。細川さんは先月11日午前7時半ごろ、六甲山の穂高湖で行われるイベントに行くと告げて自宅を出発し、 JR 新神戸駅付近から六甲山に入ったとみられます。夜になっても帰宅しなかったため、娘が警察に通報し、午前2時10分ごろ、家族の携帯に細川さんから森の中を下っているというメッセージが届きましたが、その後連絡が途絶えたということです。警察と消防は細川さんの行方が分からなくなってから1週間およそ40人体制で捜索を続けましたが、1ヶ月以上が経った今も見つかっていないということです。細川さんは身長152センチ、中肉で短い白髪、赤色のリュックサックに黒色の運動靴を履いていて、警察は体制を縮小して捜索を続けるとともに情報の提供を求めています。